ちゃダッシュしてるわ。ゴブリンの様子を把握するため紛争に1日もかけたよ。なんだ人間か。ベリア寺警団の特任隊長グリシャだ。グリシャさんすごい格好してるね。行きたいだろ。今は無理だ。間もなく我々が城を襲撃する。危険だ。その上エマお嬢さんを連れてそのような不敬なことを考えるとはなおさら信じられないやつだな。グリシャさん、涼しいね。それじゃあせめて族長に会わせていただけませんか。いつだったかお二人は飲み友達だって自慢してたじゃないですか。ずっと寒い。あんたの知っている族長はもういない。今の俺たちは完全に別の集団として生まれ変わったんだ。焚き火の前でピクピクあぐれて踊りを踊っていた年老いた族長はアグリス平野に埋められちまったよ。代わりに巨大で若く強大な力を持った族長が現れ俺たちゴブリンを偉大な戦場へ導いているから。お嬢さんたちがどうしてこの危険なゴブリンの森に。俺は偵察兵グリシャに伝言があってやってきたのですが。ヤーシュ君こんばんは。小生聖岩七村縄阿公アザナオショウケラと申します。十三神仙が一人傲慢の罪担当、以後お見知りおきを。さて前回ベリア村の鍛冶屋トラナンアンダーフォーのお世話になった主人公はその足でエイリーンと共にベリア納骨堂へ向かった。納骨堂にたどり着いた主人公たちはそこで盗掘者と遭遇してしまう。しかしそこはさすがの主人公、一発で本物の盗掘者を見抜き閉じ込められていたゴブリンのリッチまで救出する。結局ベリア納骨堂ではクロン王家の呪いに関する書籍を見つけることはできなかった。主人公エイリーン、リッチの3人は村長の孫娘であるエマ・バルタリに会いに向かう。そこで彼女の悪夢について聞いた主人公たちは実際にクロン城へ向かうことを決意した。現在クロン城はメディア反乱軍たちが占拠中。そしてゴブリン軍団はインプ軍団に住処を奪われて暴徒化。主人公たちはまずゴブリン軍団の様子を確認するべくゴブリン潜入調査中のグリシャに会いに行ったのだった。対ゴブリン特殊任務部隊隊長グリシャ・ノルク、対外協定により本日をもって偵察任務を終了する。あれ、偵察任務終了されたじゃん。たちの凶悪な行いがセレンディアとの貿易に甚大な支障をきたしていることはよく知っているだろう。村長と侍従長は合意済みだ。異議の申し立ては受け付けない。命令に従うように。だけど、わかったけど、いや、それはインプたちが先に俺たちゴブリンの拠点を攻撃したから。もう完全にこいつゴブリンになってるよ。相変わらずゴブリンの立場で発言するんだな。ベリアはもうゴブリンとの共存を諦めるだろう。俺たち、いや、ゴブリンに罪はありません。どうか一度だけチャンスをくれませんか。話し合いで解決できるはずです。チャンス？機関はベリアとゴブリンどちらを優先するのだ。機関はお役御免だ。自宅でおとなしく謹慎するように。ああ、怒られちゃった。対話でゴブリンと仲良くしようぜ。今回はあ、その辺か。イセフルのレッドノーズを退治した英雄じゃないか。グリシャとゴブリンのオギアスに直接会うだと。ゴブリンと仲良くしましょうよ。君のような実力者が協力してくれるのはありがたいが、あんな奴を連れて本当に大丈夫か。村長に歓迎された冒険者なら信じて依頼しよう。だが肝に銘じておくように、我々は直にゴブリン討伐に出るつもりだ。わかりました。戦争が始まる前に欲しいものを手に入れておくといい。レッドノーズを退治した実力を拝見できるってわけだな。任せてください。戦争はグリシャ行こう。助かった、ありがとう。俺たちゴブリンを守ってくれて。ゴブリンは悪い奴らじゃない。だが族長の行方は俺も知らないんだ。仲間たちに聞いてみよう。きっと助けてくれるはずだ。おっと、その前に一つ儀式を行わなければ。出なければ俺の仲間があんたを追い出しちまう。あのトーテムを破壊して俺たちの伝統を理解すればゴブリンの仲間たちもあんたを受け入れてくれるはずだ。
なんでトーテム破壊するの？もちろん全員がそうとは限らないが、新しい王が現れてからというものを、みんなすっかり神経質になっちまったんだ。おかしいだろ。おっと、その前トーテムを破壊する。あ、ゴブリン殺しちゃったかわいそう。まあいいや、ゴブリン全員殺そう。お望みならば殺してやろう。弾どこ？なんか協力するって言ってこんなゴブリンサクサク殺してみる。まあ、殺戮者なんで。かわいそうに。やはり真の意味での破壊など不可能。無限怪物じゃ。アンダーテイルやってる気分だわ。これは俺にとっての家族。トットと仲間たちだ。トット、この方がベリア自警団から助けてくれたんだ。なんでゴブリンと会話できんだよこいつ。俺たちの森を守ってくれてありがとう。それから王はゴブリン洞窟にいるけどいないらしい。いるけどいない。トット、それはどういうことだ。後ろの壁画を見ろだって。新しく描いたのか。俺たちゴブリンはベリアの人間たちと同じようにこのバレノス町に昔から根付き暮らしてきた。あの凶悪なレッドノーズのインプに追い出されるまでは、そこで年老いた族長は来る日も来る日も先祖に祈りを捧げた。同族を守り抜く強大な力と若さをお許しくださいと。するとある日、黒いローブの男が彼の元を訪れた。男が去ると族長の手には黒い石ころが握られていた。しばらくすると年老いた族長は亡くなり、若い王が新たに誕生した。その石は年老いた族長の自害を促す毒薬だったのではないだろうか。あっ、ズバイカンクラ、おい、ついてこいって。うん、きな臭いね。きな臭いね。ような中途半端なゴブリンには許されていない。純血のガイアゴブリン様だけが入ることを許された洞窟だ。トットが俺たちを応援するって。だがガイアゴブリン様と力比べをしなきゃならないそうだ。今ゴブリンはいつにも増して外部の人間を敵対視している。果たしてそんなことが可能だろうか。クジラを食らえ。お前もそろそろ気づいただろ。クク言ったじゃないか。黒い石には欲望を実現させる力があるって。それは外レッドノーズに黒い石を渡したやつと、ゴブリン王に黒い石を渡したやつは誰なんだ。いや、ほんとそれな。巨大なヤギの頭蓋骨が重々しくのしかかっている。王の姿はどこにも見当たらない。見捨てられたショーの肉体が王のものになったのか。偉大なる王の名はギアス。王よ、ゴブリンをお守りください。平和を取り戻してください。ということは、今この石墓にいるのは、どうでもいい。今俺たちに必要なのは力だ。今シーズンの1でみんなやってる、うん、見捨てられたショーの肉体をギアスが黒い石を使って手に入れた。今この墓には本来のギアスの肉体が眠っているのかもしれない。ゴブリンの王ギアスは一体どこにいるんだ。
もしかしたらグリシャのやつわざと知らないふりをしているんじゃないか。この洞窟のゴブリンたちから黒い石のオーラを感じるぞ。お馬のホースラディッシュちゃんです。ゴブリンの群れから黒いオーラを集める。ゴブリンに協力するって言ったのにゴブリン殺しまくらなきゃいけないやクロン城に攻め入ろうとするゴブリン軍団、そんなゴブリンを討伐しようとするベリア村の兵士たち、その両者に割って入る形で主人公はゴブリンの王ギアスと対話することを選んだ。しかしどうやらゴブリンの王ギアスの行方は誰も知らない。ゴブリンの話によると前族長は黒い石を手にした後に亡くなったそうだ。そして代わりに若いゴブリンが今王となっているらしい。いや、もしかしたら族長であるギアスが若いゴブリンの肉体に乗り移ったのではないだろうか、村を守る力を得るために。というわけで次回ゴブリンの王を探して。シューレターアリゲーター、またね、バイバイ。